今夜限定ステーションヘッドアフターパーティーで感じる音楽の魔法ノー・オー・リングリリース記念一体感を味わうステーションヘッドの魅力音楽が持つ力は私たちの心を揺さぶり感情を豊かにしてくれます最近では音楽の楽しみ方も多様化しており新しいプラットフォームやイベントが続々と登場していますその中でも注目すべきは ステーションヘッドというプラットフォームで行われるアフターパーティーです。このプラットフォームを利用することで音楽ファン同士がリアルタイムでつながり共通の音楽を楽しむことができます。今回のステーションヘッドアフターパーティーはミニアルバム NO O RING のリリースを記念して開催されました。このアルバムは様々なジャンルの音楽が詰まっており多くのファンに愛されています。 17時から21時までの間、コメント欄はオフになりますが、ハッシュタグ、ハッシュタグナンバーアンダーラインアイアンダーラインステーションヘッドを使って SNS で盛り上がることができます。ファンの間では、このハッシュタグを使って感想や喜びを共有することが当たり前となっており、一体感を感じることができます。昨日も多くのファンが参加し、非常に幸せな時間を過ごすことができました。今日はその続きとして、 再び多くのファンが参加し、音楽を通じて一緒に楽しむ予定です。お知らせを受け取ったファンたちは、喜びの声を上げ、今日のイベントに期待を寄せています。あるファンは、昨日もとても幸せな時間をありがとうございましたとコメントし、別のファンは、今日も楽しんでますと喜びを表現しています。このイベントは、ただ音楽を聴くだけではなく、ファン同士がつながり、 一緒に音楽を楽しむことができる貴重な機会です。特に、ステーションヘッドという新しいプラットフォームを通じて、アラフィフ世代のファンでも、躊躇なく新しい世界に飛び込むことができる点が魅力です。例えば、あるファンは、ステーションヘッド初耳と驚きながらも、新しい体験を楽しんでいることをコメントしています。さらに、このイベントでは特定のリクエスト曲を流すことも可能です。 例えば、能登半島自身からちょうど5ヶ月が経過したことを記念して、ナンバーアンダーライン愛の作詞によるチャリティーソング、Beyond Your Side をリクエストするファンもいます。このように、音楽を通じて社会貢献やコミュニティ活動にもつながる点が、このイベントの特徴です。ファンたちは、このイベントを通じて多くの新しい発見をしています。 同じ時間に同じ曲を多くの人と聞くことで、リスパ、リスナーのパーティーを感じることができ、一人で音楽を聴くのとは異なる楽しさを知ることができます。例えば、あるファンは一体感を感じることができて、一人で音楽を聴くのとは違う楽しさを知りました、とコメントしています。この一体感こそが音楽イベントの魅力の一つであり、参加者全員が共有することができる感覚です。このように、 ステーションヘッドアフターパーティーは単なる音楽イベントではなくファン同士がつながり共通の体験を共有することができる貴重な場です。公式からの親切なお知らせのおかげで多くのファンがこのイベントに参加し新しい世界に飛び込むことができました。このイベントが持つ力は音楽の楽しみ方を変えるだけでなくファン同士の絆を深めることにもつながります。さらにこのイベントでは ファン同士がリアルタイムでつながることができる点も大きな魅力です。例えば、料理をしながらでも参加できるため、日常の中で音楽を楽しむことができます。あるファンは、料理しながらとかでも参加できるのいいですね、とコメントしています。このように、生活の一部として音楽を楽しむことができる点が、参加者にとって大きなメリットとなっています。また、 ファンたちは自分たちのペースでイベントに参加することができます。例えば、あるファンはごめんなさい携帯電話握りしめてお昼寝してましたとコメントし、アフターパーティーに遅れて参加することも問題ありません。この柔軟さこそが多くの人々がこのイベントに参加しやすくする要因の一つです。今日も多くのファンがイベントに参加し、共通の音楽を楽しむことが期待されています。 ナンバーアンダーラインアイファンのみんなと一緒に参加できて嬉しいとコメントするファンも多く、ファン同士の絆が深まることが感じられます。ステーションヘッドというプラットフォームを通じて音楽の新しい楽しみ方を発見し、一緒に音楽を楽しむことでより豊かな音楽体験を得ることができます。このようなイベントが続くことで音楽ファン同士のコミュニティがさらに強化され、新しい音楽体験が広がることが期待されます。 ステーションヘッドアフターパーティーという新しい形の音楽イベントが多くの人々に愛され今後も続いていくことを願っています。音楽が持つ力を最大限に活用しファン同士がつながり共通の体験を共有することで音楽の楽しさを再発見することができるでしょう。あなたもぜひこの新しい音楽体験に参加してみてはいかがでしょうか音楽を通じて新しいつながりを感じ 一体感を味わうことができるこのイベントは、きっとあなたにとっても特別な体験となることでしょう。次のステーションヘッドアフターパーティーでお会いできるのを楽しみにしています。あなたの参加が、このコミュニティをさらに豊かにすること間違いありません。音楽の新しい楽しみ方を一緒に発見し、共有する喜びを感じましょう。音楽の力を再認識し、 共通の体験を通じて絆を深めることができるこのイベントは、あなたの人生に新しい風を吹き込むことでしょう。音楽を通じてつながる喜びを、ぜひ体験してみてください。そして、その体験を通じて、あなた自身の音楽の楽しみ方を広げ、新しい発見をしてみてください。音楽はいつでもどこでも私たちの心を豊かにし、新しい冒険に誘ってくれるものです。 次の冒険は、ステーションヘッドアフターパーティーで始まります。このように、音楽が私たちに与えてくれる新たな冒険や発見は尽きることがありません。ステーションヘッドアフターパーティーは、まさにその象徴であり、多くの人々に新しい音楽体験を提供しています。特に、リアルタイムで同じ音楽を聴きながら感じる一体感は、他では得られない特別なものです。この感覚を共有することで、 音楽の楽しさが何倍にも増すのです。さらに、ステーションヘッドアフターパーティーでは、ファン同士が交流し、お互いの音楽的思考を理解し合うことができます。例えば、あるファンが、ノー、ゼロ、リングの全曲がドストライクと言っていたのに対し、別のファンが、ベオン・ユアーサイドも一回流してもらえると嬉しいとコメントするなど、多様な意見が飛び交います。これにより、 他の参加者も新たな曲やアーティストを知るきっかけとなり音楽の幅が広がるのです。またファン同士が直接リクエストを送り合うことでイベントがよりインタラクティブになります。リクエスト曲が流れると全員でその曲を楽しみ共通の話題として盛り上がることができるのです。これにより単なるリスナーから積極的な参加者へと変わる瞬間を体験することができます。このような双方向性が ステーションヘッドアフターパーティーの魅力の一つであり、参加者全員がアクティブに変わることを促進しています。音楽イベントの新しい形として、このようなオンラインプラットフォームは今後さらに重要な役割を果たしていくでしょう。特にコロナ禍でリアルイベントが制限される中、オンラインでの音楽イベントは多くの人々にとって救世主のような存在です。自宅にいながら世界中のファンとつながり、 共通の音楽を楽しむことができるという利便性は今後も継続して求められることでしょう。ステーションヘッドアフターパーティーの成功は音楽が持つ無限の可能性を再確認させてくれます。音楽は単なる娯楽ではなく人々を繋ぎ感情を共有する強力なツールであることが証明されました。これからもこのようなイベントが続くことで音楽ファン同士の絆がさらに深まり、 音楽文化が豊かになっていくことを期待しています。